札幌のラブホテルの首なしの事件ですが、あれちょっとわけわかんなくなってきてるんですよね。これ北海道新聞で、北海道新聞は、ね、地元の新聞だから正しいと思うので、札幌すすきののホテルで恵庭市の会社員男性、まあ浦さんね、浦仁さん62歳が殺されて、首が切断され、死体損壊容疑などで札幌市厚別区の無職田村瑠奈容疑者ら親子3人が逮捕された事件で、男性と容疑者5月下旬にすすきので知り合っていた。それが29日関係者への取材で分かった。事件は出会いから約1ヶ月後の7月1日から2日に起きており、男性と親子の方が短期間でトラブルになり事件に発展したとみられる。札幌中央の捜査本部は詳しい経緯を調べている。またそうなると根本的から全然違う話になってくるんですよね。5月下旬で知り合ったってことなんですよ。なんか去年ぐらいからこうトラブルに遭ってたって話じゃないですか。動画を撮られたとか、まあ、あのじいちゃんの話ですよね。田村家のじいちゃんの話だと、まあ、トラブルになってたと、暴行されたみたいで、一説には動画もあるみたいなね、まあ、要はレイプされたっていうのをお母さんが言ってたみたいなこと言ってたんだけど、で家にも来られた、結構それ前の話ですよね、家に来られたっていうね。でそれで去年ぐらいから修容疑者は家の前で何車で見張ってたみたいな、なんかそこをトラブル解決したみたいな話が出てたじゃないですか。5月下旬に初めて知り合ったっていうのとまた話は別ですよ。この事件始まったの7月のもう頭でしょ、今月のもう全然頭ですよ。5月末に知り合って6月ぐらいでいろいろあって7月1日ってことでしょ。そんな短期間で人殺しますかって、恨みもそんな買うかなって、もう1ヶ月の間でそんなトラブル起きないじゃないですか。まあそれでずっと悩んでた言うんだったら分かるんですけど、ん？って感じですね。じゃあもう今までの話は根本的にずれちゃうんですよね。計画的も何もないですよね、たった1ヶ月の間でね。完全に思いつきで瑠奈容疑者が首切ったっていう、なんかそういう異常者、榊原とかそういう異常者なんじゃないのっていうぐらいしか説明つかなくなってきてるんですよね。相当わけわかんないなと。あとルナが風俗嬢だったなんて話もあるんですよね。でもそれがガセネタなんじゃないかって話があるわけですよ。あれね、フライデーでの記事で、父親は精神科医で経済的に恵まれた家庭で育ったルナ容疑者、しかし彼女は過去にすすきののキャバクラ店で働いていたようだ。容疑者が働いていたキャバクラに来店したことがある人物が語る。ルナさんとは私が北海道に帰省した際、高校の先輩にすすきのキャバで連れて行かれて出会いました。その時ルナさんは体験入店中で髪が長く小柄で可愛らしい顔をしていたことを覚えています。いろいろ話をしていく中で私が睡眠障害で悩んでいることを話すと、ルナさんが自分の父は精神科医をしているといろいろ教えてくれました。父親からは可愛がられていたようなので家族関係は悪くない印象でした。ただキャバクラで働いていることは内緒にしていると言っていましたね。そしてその後すすきののある風俗店で働き始めたという。ルナは数年前私が働いている数店舗のグループ店で働いていました。業態はナースをコンセプトにしたファッションヘルスで、彼女は人気のキャストだったんです。顔も可愛くて対応も良かった。昼の仕事で掛け持ちをしていたようですね。出勤は3から4日と頻繁でしたと、なんかそういう話が出てたんですよね。しかしそれがツイッターでガセネタだったっていうのが出回ってるんですよ。そもそもキャバクラで働いている、風俗で働いているっていうのは僕が週刊誌に流した嘘だから、何でも適当に記事にしようってっていう人が出てきたんですよ。ガセネタ、ガセネタ、ガセネタ、キャバクラと風俗で働いてたなんて僕が作ったガセネタです。裏取りもせずよく載せられんな、わら、週刊誌なんてそんなもんって、なんかフライデーにその人がガセネタを売ったって話です。フライデーとのやり取りのツイートも載せてるんですよね。DM のやり取りね。この度はご協力いただいてありがとうございます。もし可能でしたらお電話で少しお話を伺いたいのですが、そちらの可能でしょうか。もし可能でしたら私の電話番号にお電話をいただければ幸いです。お電話の都合が悪ければ DM にてお話をお聞かせください。
ってやったら情報提供者は仕事中なんで LINE でお願いします。僕が知っている情報というのは数年前とある風俗店で働いておりました。もともとはキャバクラで働いてたとのことです。昼の仕事と掛け持ちなので出勤は週3から週4です。可愛い顔で対応もよく人気者でした。風俗業界に入った理由はおそらくホストクラブやバー、それこそクラブなどの飲み代とか、わかるのはこれぐらいですかね。ありがとうございます。ちなみに数年前働いてた風俗店やその前のキャバクラの店舗はお分かりになりますでしょうか。キャバクラの店名はわからないですが、風俗店ですが僕の働いてるグループが同じなので名前はすみません。ちなみにもう店は潰れております。承知しました。ご協力ありがとうございます。もし新たな情報などございましたらご連絡いただけると幸いです。よろしくお願いしますって言って、それはガセネタだっていうことを言っても、どうもそれわかんないんですよね。まだね、この人はガセネタを売ったとは言ってるんですが、これは爆災の中でのやり取りで、この子だけどデリ店のスタッフ仲間とも話するけど、この子みんな知らないんだよね、店じゃなくて個人でやってるっぽいってなってるけどねと。要は店にいた風俗嬢じゃないんじゃないかと。今最近ありますよね、個人でねやってるね、まあいわゆる割り切り系ですよね。出会い系サイトとかで個人で個別2万とかなんかそういうやつですよね。ワクワクメールにいたなんていう噂もちょっとあったりとかするんで、ワクワクメールなんかそういう人たちばっかしかいないので、もしかしたらそういうのかもしれないですよね。ああなるほど、デリ嬢さんじゃないんな。お客に教えるのは店の番号だし、個人間でのやり取りできるってことは何回かあって、好き客くらいにしか教えんよ。このルナって子、個人でやってるって。今風俗の話とか、この週刊新潮一番新しいやつにも実は載ってるんですよね。現場に近いススキノの風俗店従業員に聞くと、事件後刑事さんが琴音っていう源氏名で働いている若い女がいる店を知らないかと訪ねてきたんです。その時は何のことやらと思っていたんですが、逮捕のニュースが流れた後、ルナ容疑者がその名前で高級ラウンジで働いていたという界隈で耳にしまして、警察は犯人の素性を探ろうとしていたんだと思います。北海道最大の歓楽街、ドレスに身を包んだ夜の蝶たちが迎えるラウンジで働くことでルナ容疑者の心の隙間を埋めていたのか。以前から彼女は被害者と顔見知りだったことから捜査線上に浮上したわけだが、接点は男女がひとときの出会いを求めて集う夜のすすきのにあったのかもしれない。事実、趣味の女装姿で界隈を飲み歩く姿は頻繁に目撃されていた被害者浦さんね、以前からは様々な女性に声をかけています。これもちょっとどうなのかなと思うのは、以前から顔見知りだったことから捜査線上に浮上したって書いてあるじゃないですか。でも今日のその北海道の北海道新聞によれば、全然1ヶ月前ですよね。1ヶ月前に知り合ったってわけだから、全然1ヶ月前は以前とは言わないですよね。だって5月下旬って言ったら僕が骨折から退院した時ぐらいですよ。5月下旬って僕骨折から退院したのつい最近っていう感じですからね。だいぶ前とは言いませんからね。まだリハビリ中なわけですから僕だって。だからもう全然つい最近の話です。なのでますます分からなくなってきてる事件ではあるんですよね。そうですね、もうちょっといろんな話が出てこないとますます分からなくなって